今日は氷見のマンガロードのど真ん中の宿、このビジネスホテルに泊まることにしました。ほんとマンガロードの真ん中なんで、ちょっと歩いてみたいと思います。泊まる宿ここね。こっから一応ね、これがねマンガロードっていうらしい。藤子不二雄先生の。なんかいろんなね、銅像っていうかキャラクターがね立ってたり座ってたりするらしい。もういたよ。モンゴル副像。プロゴルファーサルポケットパークっていうのって、ここ。ね。プロゴルファーサル。服部君。マダムグロ副像がいたな。マダムグロ副像がいたよ。ほら、バス停のとこで「やー」っつって。夕日が綺麗だわ、ほら。これさ、氷見の商店街なんだけど、氷見の商店街をマンガロードって呼んでるんだけどさ、まあ地方行くとさ、商店街って結構いろんなアーケードがあって、地方ごとになんかいろいろ違って見えるから面白いよね、商店街って。今なんかさ、ほとんどああいうイオンとかさ、ああいうショッピングセンターにさ、お客さん全部取られてんだろうけど、まあ確かにこのシャッター街が多いよ、この君のショッピングロードも。とはいえね、味があるよ。地方ごとの味がある。これじゃないんだよな。薪専門店なんだな、これ。もともとね、多分パチンコ屋だったんだ。怪しい。
確かに中にもぐろ、くぞ いそうだからね。そうそう、喫茶店は喫茶店なんだろうけど、いいね。こういうさ、ショッピングロードのこういうあの感じ、こういうところで暮らしてもいいかなって思うけど、海の方が大変なんだろうな、雪が降るから。ちょうど商店街歩いてきて、ちょうど目の前差し掛かったところで忍者服部くんからくり時計が始まってました。一応中途半端なんですけど、ちょっと撮影してみました。もう夕方で日が暮れてましたね。君の商店街静かでしょ、うん、服部くんね。